かわいい。おいが되게신기하다。車買ったの？はい、車、まあ、もともとあったけど。セヨンくん。はい。セヨンだよ。セヨンくん、セヨンさん、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで顔は見せてくれないんですか？コンセプト、コンセプト。そう、そうなんですよ。ミスター T。僕はミスター T としてアイコンだけで出ます。ミスター T ですか？ミスター T です。T さんって言えばいいですか？はい、よろしくお願いします。僕すごく久しぶりに日本語使うから多分日本語本当に下手かもしれないです。全然大丈夫です。いやいや、ありがとう。面白いなこれ。お、いいですか？じゃあハート押すなよ。ハート押すんだ。ちょっと待って、俺もやってみよう。そしたら、はい、YouTube チャンネルのご覧の皆さんに挨拶を。はい、皆さん、はじめましてっていうか、皆さん、こんにちは。マイネームのセヨンです。YouTube チャンネルオープン、おめでとうございます。押してよ。おめでとう。もう結構時間経ってるから。YouTube 先輩だからね、僕が。はい、先輩さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、yes。 で、最近どうしてるの？あ、僕最近、あ、日本語で何でしたっけ？ニートです。ペクスだから、うん、全然仕事もなく、レッスンだけしてるんですね。え、何のレッスン？あの、ミュージカルのレッスンしてるんです。え、ミュージカルのレッスン、誰かに西洋語教えてるの？いいえ、先生にボーカルとか演技を教えてもらってる。はい。それだけ？うん、なんもない。ステイホームしてないの？ほんとなんもない。だからステイしてるけど。ステイホームは？はい？ステイホームしてないの？あ、ステイホーム。最近韓国はちょっと、まあ良くなって、うん、外でマスクしてからはまあできるみたいな。あ、韓国はよ、まあ、いい感じになってるんですね。なるほど。まあやっぱ日本よりはスタートが始まるのが早かったから、うん、時計気になるんですけど高そうですね。は？時計いい感じだ。え、日本は最近どうですか？日本はまだ結構自粛を続けてやってる感じかな。あ、一応。あ、もう早く終わってほしいなこれ。今すげえ本気の言葉だね。マジ本気です。もう仕事もないし、みんなも会えないし、ちょっと寂しいし。え、最後の日本での仕事いつだったの？いつだっけ、1月か。今年の。はい、1月か2月か。もう3ヶ月間全然仕事なかったから。韓国も一応舞台とかみんな やってなかったからね。今やってるでしょ。はい、今もうちょいちょいやってるけど、まだちっちゃいとかやってないんですね。ミスター T。 はい、セヨンは、うん、はい、結構昔からの後輩で、はい、俺日本で一番初めにやってた舞台でも、うんうん、一緒に同じ役でダブルキャストでやって、はい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 、その時から仲良くなった。それじゃあその時が初めて会った時、何年前だよ。いや、初めて会ったのはあれだよ、うん、もっと前にイベントとかで会ったけど、うん、同じイベントで、うんうんうん、じゃあちょっと聞いてみましょうか。そのガンス君と出会って何年か、そしてガンス君の初めて会った時の印象
ああ。ぜひ。多分、うん、ガンス兄貴は覚えてないと思うんですけれども、あの、はい、どっかのイベントで。いや、覚えてるよ。横浜パシフィコでしょ横浜パシフィコでしょ あ、そうです、そうですね。あの時、うん、本当怖かったんですね。怖かったはい、他のあの例えば他のまあいろいろ先輩いるんですけど、うんうん、もう、はい、いろいろメンバーの先輩いるんですけれども全然、ね、挨拶したらあこんにちはでしたらはいこんにちはって言ってガン先輩にこんにちはでしたらガン先輩は本当目でちげえよサングラスかけてたからしかも俺はああいう表情してねえしもう本当怖かったもう身長も高いしこう見て俺なんかしたのかはいはいみたいな本当いや本当マジ他のメンバー俺らのマイネームメンバーとも話したんですよいやあの先輩は怖いからちゃんと気をつけてしちゃんと礼儀正しくしようみたいなでも一緒に舞台をしてて、はい、いやなんて言えばいいかあのあそうだツンデレだねって感じたのが、はい、初めてまあ韓国人2人しかいなかったから、うんうん、日本語ほんと下手くそだしあの時4年前か5年前だったから、うんうん、そしてあの時代劇だったからもう全然日本語もわからないセリフだったし、うんうん、もういろんなことを教えてくれる時、はい、まあ普通はあのセヨンこれはこうだしこれはこうだよみたいな感覚で教えてくれる人多いんですけど韓国先輩は、はいはい、セヨンこれはこうこうこうそうあでいいねでピーって言ってえおすごくツンデレだなってそういう性格だなって思ってでも最近印象は怖かったけど今まで連絡してずっとあの交流できたのがあの心からのあのなんて言えばいいかあの温かい心が僕に伝わったから今まで連絡できるんじゃないかなと思いますねうーん最後はああやってうまく締めるんだ。いやいや、うまくしないんじゃなくて、本当に、いや、でもこの声飲みたいけど、この。だからさっきから俺も気になってるよ。なんでお前それできないんだよ。男のくせに。しかも、ここまで飲んだのに飲みたいけど、これなんでできないのよ、マジで。もう、口だし。めっちゃ気になってる。マジやだ。諦め。そうか。ここにちょいちょい、えい。えい。ティッシュ。え、T さん。はい。T さんは、うん、ガンスさんと長いですか？いや、僕は半年ぐらいですかね。まだまだ。まだまだ。そうそうそう。でもですね。まだ浅いよ。うん。僕もね、初めて会った時は、はい、ちょっと怖いなと思いましたね。でしょでしょでしょ。帽子とサングラスで。はい、僕もこうガンス君が入ってこられて初めましてみたいな挨拶したらもうレオンさんと同じようにおいっすみたいなそうそうそうまあ初めて会う印象だけではダメですけど、うん、どんどん仲良くなったらガンスさんの魅力があるんですねそうですねそうですよねあみんな言うと思う同じようにうんうんうん、一度も初印象であ優しい方だなって言われたことない、はい、いや兄貴がそうしないからさ目でバンってこうサングラスかけてもあの目が見えるぐらいこうバンして俺に挨拶するなみたいな雰囲気をバンバンバンそうだね、そんな雰囲気出してねえよ俺にでしょ近づくなみたいな分かります分かりますそうそう近づくな俺に近づくな話しかけるなそうそうそうあそうわかりましたシューパーノーバの王子だよおい話しかけるな仲良くなったら違ううんうんあ それがいいね、はい、そうですねそっかえ他の質問ないですか他の質問ですかミスタティ ねこういうのまだ慣れてないからそうそうそう、はい、しかもちょっとやってみて、うん、ミスター T もちょっと MC の練習やってみましょうよじゃあねガンス君が YouTube 始めましたっていうのを聞いてどう思いました、はい、びっくりしましたやっぱり僕結構 YouTube 始めてちょっとなってて、うん、まあ、うんうん、僕自分も編集しながらやってるんですけれどもいきなりガンス先輩のインスタを見たんですよでもあれ見て、はいはいはい、さあ初めてはあの日本のやべ
日本のブログやってるかなと思ったんですよ。はいはい。でもあの URL 見たら YouTube だったから入ってみたけど、はい、あの最初のあの、はい、なんかこうあのめっちゃかっこよくあのポーズしながら俺ゴアンスだよみたいな感じ。ちげのしてねえし。こっち YouTube か。あライブかって思ってずっと見たけど、うんうん、まあまあ連絡来て YouTube やってるよって言って駆動しました。あのあなんでリップで分かんないけど。チャンネル登録してくれました？そうです。登録しました。ありがとう。ありがとうございます。はい。さっき登録数字がすごく早く上がるんですね。さすがに。いや、嬉しいですよね。そう、びっくりしました。一人でやるの、一人でやるの難しい。そしたら、パイセン、ちょっと教えてね。うんうん。YouTube どうすればいいか。うん。どんなことやったらいいか。編集の仕方とかもね、まだまだ。そうですよ。教えてください、ガンス君に。え、僕が？そうそうそう。僕、自分の口から言ったじゃん、先輩だと。で、それはそうですけれども、あの、俺より多分、あの、登録してる人が多いと思うんですけれども、いやいやいや、僕はただ Vlog って言うんですよね、あの、自分が、うんうん、あの、個別でやってることを、なんか、ファンの皆さんに見せる、なんか、孤独してる人に見せるみたいな感覚でやっているから、でも今、兄貴は、外出れないから、家でなんかやってる。例えばやっぱ、あれしました？運動するやり方とかいろいろあるんじゃないですか？おめえ、似てないでしょ。似てないでしょ、俺の YouTube。それやったら1週間毎日。1週間毎日やりました。すいません。これバレバレだから。今バレちゃった。くどくだけして、絶対全く見てないでしょ。聞いてよ！くどくして、2回目動画までを見た。2回目までを見た。あちょうど運動の前のやつまでね。そうです、そうです。2回までは見た。あ、そしてもあの言いたいことがある。はい。何？あのサムネイルって言うんじゃないですか。うんうん。あの動画クリック前のあのちっちゃい。うんうん。はいはい。あとそこでもあの動画で何をするかをなんて言えば写真とか。あはい。うんうん。あの文字とかがあれば。うん。もっと楽しいし。わかりやすい。はい。そしてあの。僕みたいに動画を全然見てない人が初めてガンスチャンネルに入った瞬間、うんうん、何が何かわからないから、うん、あの A とかでもクリックして見れることもあるし、うんうん、まあ正直言うとタイトルが漢字とかもあるから僕は全然読めなく全部クリックしなきゃいけない状態人もいると思う。だからあの、うん、サムネイルを作ったらもっといい感じになるんじゃないかなと思いまして、うんうん、なるほど。コンセプトとかはやっぱ家でやることしかないから今はね、今そうなんですよ。それ本当難しいですよ、家でやるのって。だから僕はあの家でやるのあんま取らないし。今はね、あれなんですよ。料理もちょっとガンス君挑戦してまして。そうですね、料理いいですね。僕、ちょいちょい料理やるかなと思って。あ、料理うまいの？料理好きですよ。あ、ぜひじゃあ教えてもらえますか？結構料理うまいですよ。じゃあしたら、セヨンの YouTube 見て、ちょっと料理のやつ見て、あれちょっと真似てみるわ。あ、わかりました。そしたら早く。あれいいかも。え、上げてないの ?YouTube には。いや、まだ上げてないです。僕のあのコンセプトは、うん、あもう言ってもいいけど、まだやってないけど、あ最近やっぱ外でご飯食べるのもちょい、うん、まだまだですし、うん、でも外歩くのは大丈夫になったから、うん、あのもういきなり友達の家に行って、友達の冷蔵庫を見て、あそこの中のジャイロで料理を作って、はい、投げるみたいなコンセプト今やるかなって今なんか。ああ、あれ面白いかも。はい、やってる。うん、だから、まあ、いきなり友達に電話もしないでカメラ持ってって、ティントンして入ってから、はい、ご飯食べてないでしょ。作ってあげるって言って。でも何があるか分かんないから、あれ、うん、いいなと思ってやろうかなと今。はい。作戦、今まだ書いてるテクストですけれども、これから。うん、あれ、いいかもでも。うん、面白いと思います。日本でもね、ちょっと出歩けるようになったら、そういういろいろ外に出て何かやるっていうのやりたいんですけどね。でもやっぱ韓国料理を作って見せるのが一番いいんじゃないですか。ぜひ、ね、今のところ韓国料理ばっかだね。うん。うん、でも、何個か撮ってるけど。やっぱ、
日本人って韓国よりを家で作るよりは店に行って食べるのが多いから、最近やっぱ店に行けないから、うん、家で作る方を教えてあげればすごくね、ファンの皆さん喜ぶんじゃないかなと思いますね、うん、確かにそう思います。あれ今、はい、デビュー何周年なの？いつデビューしたっけ？2011年。そこ覚えろ。10年目ですね。韓国2011年デビューで9年、うん、9周年で10年目です。日本では？日本では 80周年じゃない、80周年。9年目ですね、日本で。すごい。結構出た、結構なったんですね。うん。兄貴何年？去年が10周年だったから、日本でも10周年だったから、去年が。ああ、日本でももう10周年だった。10周年。韓国、すごい。韓国12位だね、12。すごいアジャシですね。じじだよ、もう。うん、僕も。もう言わなくても分かんだよ。今後韓国で30歳になったから。あ、もう近づいた、近づいてきてるから、今もう。はい、ウェルカムツーザジジの世界へだよ、これは。これはまだ若く、まだやだ。お、本当やだ。でも、思うけど、多分ミスター T さ、セヨンの顔見てたら、超動画じゃない？いや、もうね、俺、写真をもうずっと見てて、で、すっごい動画だなって思ってたんですよ。で、今日パッとこう見て、30歳になったと思う、と思えない。20、学生さん。動画しかないから、これはちゃんと管理しないとダメですよ。ね、あの皮膚とかね、いろいろやってるんですよ、家で。ケアしてるんですね。そうですね。いいアイデア。はい、あの。これは他の番組に僕、撮ってあげたんですけれども、はいはい、あの日本人って、韓国人 の、うん、あの洗顔とか化粧品とかね、いろいろあれ。知りたいって言うんじゃないですか。はいはいはい。あ、でも面白くないか。ガンス兄貴は絶対これでしょ、洗顔するとき。ビチャチャパーパー。ふざけんな。でも。まあ驚くな。でも俺はちょっと取り当たったのがまさにそんな感じだから、うん、本当に。でしょ。そうそうそう。あ、でもこれも面白いなと思うけどね。俺超短いからマジで顔洗うのも。だからよく言われるのがスキンとかローションとか、うんうん、本当はなんかちゃんとこうやらなきゃいけないじゃん。そうですよ。そのヘアメイクやるときになんかやるでしょ、うん、でも俺本当にもうポンポンポンってやってこうやってパッパッパーってやってそしてローションつけてローションをそもそも手でこうやるから結局ハンドローションみたいになっちゃうわけ。そう、手に全部入れた。そう、その後残りの少しほんの少しだけ顔に塗る感じかな。ダメ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 。うん、でも多分韓国の 80% 以上の男がこうすると思いますね。うん、いやだって俺も活動デビューしてから分かったから、そういう、うん、ちゃんとそういう風にやらないといけないんだっていうのをデビューして分かったから。はい、ほとんど韓国の男っていうか、うん、まあ友達もそうですけど、韓国さんがいた場合に手でこうしてこうすったら正直言うと顔に当たるのがあんまないですよ。ないのないない。だからあの男の手見たら本当ここは、うん、まあずっとなると多いですよ。意味分からずに。だここだけ水分いっぱいあるからここじゃなくてちゃんとこうしてからこうですね。ちゃんと。だからあれさ、なんか俺は鏡見てなんかこういう感じでなんかやるのが自分で。それを鏡で映ってる自分が嫌なわけ。恥ずかしいみたいな。あ、なんか超気持ち悪い。だからそういうふうにやってる自分が。だから、うん、あの気持ち悪いことをカメラを見ながらやってくれたら、そうですね。ガンスさんのリアクションがすごく面白くて喜ぶんじゃないかなと。セヨンさんに教えていただく美容ケアとかね。はい、うん、ああ、そうですね。いや正直僕のファンの皆さんは僕がこうやってるの分かるからあんま面白くないから僕やってないんですけれども、うん、確かに。だってガンス君は誰が見てもこれじゃこれガンス
でも、絶対ガンスムーが、こうして、じゃあまず一つ、突き抜け、ここで、ここの手でちゃんと、いや、絶対無理、絶対無理。やってみよう、やってみよう。絶対無理、絶対無理。一回一回。もう無理だよ、無理。こうするんですよ、出てた。試してみよう。やってみましょう、絶対。あ、そして、あの、絶対やるのが、ガンスさん、ここに、ピンを2つやってからピンクのピンをここにちゃんとこうしてからなんでそこピンクなんだよだからカネスさんだからピンクがいいってあ意味わかんないあれが一番見るあの数字上がると思うよ絶対意味わかんないマジであでもほんと失礼だけどカンスヨンがカンス兄貴がこうしたらあ俺は見れないかもしれないですね。ちょっとキモいな。そうですだ。そうなんだよ、マジで、絶対。そうでも、ファンは喜ぶって、ファンは。ファンは。まあ、ちょっと、考えておきます。はい。何じゃあ、ちょっと今のメモしておきます。はい。するなよなんでここ、そこ大事にメモしてんだT さん。はい。こういう。あの、うん、一つのテーマが終わったら、はい、早く次の質問してくださいすいません進行ね OKOK じゃあねちょっともっと早く聞きたかったんですけどはいまあもう韓国おとついぐらいからなんか自粛制限がちょっと解除されて外出れるようになってるじゃないですかはいセヨンさんがこうステイホームしてるときにどんな感じで過ごしていたかああそれですねあの韓国はもう外出ちゃダメだよってまでは言ってないからちょいちょい出たけどあの僕も2週間ぐらいステイホームしたけど、はい、本当に僕性格が一つのところにずっといるのがもうダメな人間で、まあ、もう本当に正直こう言っちゃダメけど死ぬかなと思いましたよもう家で、はあ、いや本当嫌だっただからあのホームカフェ韓国はファンクラブのカフェがあるんですよはいはいファンの皆さんとチェッティングしたり、うんうん、あの YouTube の編集したり、うんうん、ゲームもしたり、家でバンバン歌って横からの、あのあ横に住んでいるおばあさんが、あいやうるせえよって言われたり。じゃあ、もう自粛生活の中で何かこれじゃあもう暇だからこれ始めてみようかな、新しくやってみようかなみたいなものは、特に分かりました？だから僕、だから新しく家でやってみたいなことがないんですよ。外でなんか外行ってから とにかく出たい。とにかく外に出たい。じゃあちなみに逆に聞いてみていいですか？T さん。僕？宇宙に行ったら何をする？え、僕ですか？